まあまあ、そうっすね。そんな感じで、じゃあピック弾きベーシストと指弾きベーシストのちょっと違いじゃないですけどね。はい。なんかちょっと語っていきましょうよ。はいはいはい。はいはい、逆、なんだろう。ピック弾きベーシストから見て、指弾きベーシストってどういうふうに見られるんですかね。あ、でも、やっぱ、まあ、本質の部分では指なんだろうな、ベースの。はいはい。っていうふうには思う。はいはい。うん、だから、なんだろうな、まあ、俺はさ、やっぱもともとギターやっててからの、ピックベースに入ったから、はい、どうなんだろう、最終的には極めれば、はい、ピックでも指のトーンは出せるし、指でもピックのトーンは出せるっていうから、だからそこはあんまり気にしてないんだけど、はいはい、でもやっぱり、もともとやっぱりウッベから来てるじゃないですか。はい。ウッドベースのドゥン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 から来てるっていうのを考えると、やっぱ指で弾くってのが本来のベースのあり方の、に近いんだろうな。はい。って思うと、やっぱ指をうまく弾やれる人、綺麗に弾ける人ってのはやっぱかっこいいな、憧れだなっていうのはあるけど、でもピックはピックで、やっぱあのアタッキーな感じというか、はい、もう、ガンガン攻めのスタイル。そうなんですよ、ね、攻めのスタイルじゃないですか。ピックでガリガリ弾くの。そうなんですよね。16部ドド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 ってさ、あとそのピックのベースですごくいいなって思うのが、うん、ピックを使ってその弦をこう弾いた時にシャリってする、うん、そう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 、あれが俺好きなんですよ、ね、そう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 。で、自分の中のピック弾きのこだわりとしては、はい、あのなんだろうな、なるべくちょっとダウン気味にやる。はいはい。で、あとはこうオルタネートじゃなきゃ弾けない曲、ドゥ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 、はい、でしか弾けない曲もたまにとか、キックのパターンに合わせてとかでダウンだけにするか。はい。ダダ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 ダ。はいはい。変な話、本当は全部ダウンでもいいけど。はい。やっぱ音が全部揃うし。ダダ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 。はい。なるべく全部オルタにしないみたいな、はいはい、全部オルタにはしないけど、こうところどころダウンだけのドゥ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 とか入れていくみたいな風にすると、結構いい感じの自分的なビート感が出るなって。これ結構ひなっちスタイルで、ストレートなひなっちが、はい、あのメロディックストームっていう、はい、曲のミュージックビデオで見てると、はい、結構そういう感じなんだね。ダダ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 ダ。そうでしたっけ。そう、あれおかしい、俺見てたはずなのに覚えてないわ。ぜなんかね、全部オルタじゃないんだよね。ダダダダダダとかね、普通のずっとルート弾きのダダ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 ってとこもダダ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 とかしたりとか、あ、こういうやり方あるんだなみたいな。だからそれはすごい俺勉強になって、あ、このやり方かっこいいなと思って、そこはちょっと真似させてもらって、そう、だから元々はランシドのマット・フリーマンってベーシストになりたいなと思ったんだけど、それでピック弾きのベーシストいろいろ探してるうちに、やっぱひなっちも、あ、なるほどね、こういうスタイルかっこいいなって、はい、うん、だからすごいいろんなベーシスト勉強させてもらって、ひなっち大好きなベーシストみたいな。なるほどな、ね、やっぱでもあれですね、そういう弾き方をすると結構あれですね、あのユニゾンをかわしたい時とか、ドラムスとかリーダーとかと、うんうんうん、ユニゾンをかわしたい時とかにそういうのやるとかなりメリハリが出そうってありますよ。そうだね、やっぱキックの音がね、すごいアタッキーになる。はい、キックとそのベースのキックのガツって音がハマった時に、はい、こんな鋭い音なのみたいな、はいはい、うん、こんな刺す音が、そうそう、キックの重低音とベースのこうガリってアタック音が混ざって、はい、ズドンズドンズドンと刺すような、ね、はいはい、サウンドになって、はい、これは聴いてる人の腹が来るぞっていうめちゃめちゃ攻めてるなみたいなのは、ね、はい、やっぱこれはピック弾きの楽しいとこではあるなっていうとこだね、はい、だから指弾きは逆にさ、こう ロー感を倍増させるようなイメージだ、だからドンっていうのにブンっていうのを出すと、ドンってこう、はい、広がるようなローを出すんだけど、はい、こうピックはもうゾッて刺していく感じだから、もうこれは違うよな、明らかにね、やっぱスタイルによってこうバンドのサウンド変わってくるから、はい、自分は一応さっきの話ともちょっと重なる部分はあると思うんですけど、うん、ピック弾きとその指弾きのそれぞれのそのお得意なものって何なんだろうって考えると、うん、ピック弾きの方は
そのそれぞれの拍に対して点を打つのが得意だなと。それに対して指弾きのベースってこうラインをつなぐのが得意なイメージが確かに確かに自分の中であって、結構ね指とピックが違うなって両方やってて思うのは、やっぱ指の方がコントロールが繊細というかさ、はい、指先だけでコントロールしていくじゃん、はいはい、割りかし、はい、さあピックっていうのは手首の動きを使うから、はい、ここを固定するわけ、はいはい、どっちかというとこの手首の前くらいを固定して、はい、で手首を自由に動かすから、はい、割とある意味大雑把なわけ、はい、そういう意味では、だから手首さえこうベースにしっかり固定しちゃえば結構動いても割といけるし、はいはい、だから思いっきりこう力かけて体重かけてもいけるんだけど、はい、で指はこうやってね、ピックのフェンスのところにこうやって押さえながらこうやって動くから、これ結構大変だろうなって思ったりとか、はい、あと俺結構ね、まあ、未だにお前このレベルから指引きがって思われちゃうかもしれないんだけど、こうやっぱ決めの部分でさ、でベッベッベッってやる時のタイミング、はい、俺すげえ指合わせづらいの。はい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 、ピックならベッベッベッってこう勢いでノリで出せるんだけど、はい、指はペッ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 みたいな、このペッのこう給付を数える、はい、どこで給付取ればいいか分かんなくて、はあはあはあ、指で取る、指で取ろうとするさ、ペッピッピッペッペッみたいな、ピッピッってこの音が入っちゃうじゃん、はい、このピッ弦をこうやってミュートした弦を叩く音が入っちゃうから、はい、あ、叩けねえなってなって、じゃどこで取るか、体で取る、うん、え、どこでこう給付を取ればいいのかなみたいな。ピックはそこはなんかペッ、うん、こういうのができるわけ、はい、手首をふんふんふんって感じで、はい、俺はリズムを取って、はい、で給付でペッ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 みたいな、例えばもう話しちゃってもいいわけ、はい、ペッペッペッみたいなこと、ね、かピックなら勢いでバッてやるからできるんだけど、はい、指はペッペッペッすげえ緊張しちゃって、はい、だから指弾きの俺決めをめちゃめちゃ綺麗に入れようみたいなのがやっぱ未だに苦手。ああ、なるほど。どうやってリズム取ればいいんだろうとかってなっちゃって、だからそういう意味では指のその繊細なコントロールの感じっていうのは、はい、やっぱこれはやっぱ指弾きを長くやった人じゃないと分かんないんだろうって、だからザ・ベーシストなこう繊細な感じを出すっていう意味では指弾きってやっぱすごいな、かっこいいな、羨ましいなってのすごい思うんだよね。これ難しいな、いつもこうやって話してると、それぞれの一長一短かどうかわかんないですけど、それぞれのメリットがこうやって相違点で出てくるもんなんですね。なんかね、思った以上にやっぱ、なんだろう、まあ、さっきも言ったけど、ピックは攻めのスタイルでさ、やっぱベースは、あの指は守り主のスタイルに近いのかもね。はいはい、割りかし自分は割りかしね、まあ、いい悪いではなくさ、なんかそういう風に見えるよね。攻め守り、もしくは銃と攻撃、銃と攻撃、やわらと火と水みたいな感じの感じのあるかもね。まあでもやっぱ応用力が高いのは指の方かなと思うわ。はいはい、やっぱこうスラップもさ、そうですね、スラップってスタイルもあるし、うん、ね、そうそう、でやっぱ爪をらへんで、さっきも言ったけどさ、こうやって爪を使ってピック代わりの音を出す、はい、みたいな、爪ってやっぱ硬いからピック代わりになってさ、はい、っていうのでやっぱ応用はこの指を使うことでいくらでもできて、はい、で早いのだとさ、変な話こう3フィンガー4フィンガーができれば全然もう関係なかったりするじゃん、はい、そのスピード運用になってさ、っていうのも考えたらやっぱ指は熟練していけばいくほど表現の幅が広がっていくっていうのは俺は感じる。確かに、でも自分は絶対に3フィンガーできない構造になってるんですよ。あ、そうなんだ。こっち見て分かると思うんですけど、人差し指とか曲がってるんですよ。あ、本当だ、人差し指ちょっとこうなってるね。そうなんですよ、ちょっとこう、分かります、分かりますか、ちょっとこうなってる、こうちょっとね、ちょっとだけですけど、実は曲がってたりとかしまして、曲がってること自体は別にいいんですけど、3、フィンガーやろうとすると、こうやるとすると、あ、そこに引っかかっちゃうの、曲がってるから引っかかっちゃう。俺どんなに頑張っても3フィンガー頑張って3はできるんですけど、でもそんなにもう早くはできないですよ。なるほどね。めっちゃビリーシーに憧れたんですよ。ああ、ビリーシーだよね、だよね、うん、自分の指の骨格でビリーシーは無理なのかっていう。そうなのか。難しいです。いやー、なるほどね。いろいろ他にも、そうか、やっぱ指だからね、はい、ここの骨格というか
さもうここがもう才能になっちゃうからね。才能になっちゃいますね。もう指の骨格、あとやっぱり指の長いのと、あと指太い人が結構羨ましいですね。指の長さよりも太い人が結構羨ましい。やっぱもう外人は強いよね。めっちゃ強いです。打ってやばくない？やばいです。打って何あの指、俺の2倍はあるよね。やばいです、本当に。太いどころじゃないですか。太いどころじゃない、パンパンに膨らむ。そうそう、なんかあのキッチン用のゴム手袋をフンって感じ。なんかミッキーマウスみたいな感じが。そりゃあの太いと出るわっていう。そうですわ。確かにもう指の形が才能になっちゃうからな、指で切っちゃいますね。そこが確かに大変なとこだよね。逆にまあよく この今ガタガタの指でここまでやって持ってくれたなっていうふうには思うんですけれども。まあ、ピックはだからさ、そういう意味だとさ、こだわる部分はこうピックの材質とか厚みとか、そういったところで、まあ、サウンドに変化をもたらすことはできるんだよね。はい、なんか一時期流行ったのはこう指引きの音が出るよみたいな感じのこうゴム製のピックとかあったりして、はい、昔あったりしてさ。まあそうそう、だからピックの材質とかでわりかしニュアンスとかを変えていくのかな、出していくのかなっていうのはあるけど、まあ、そういう意味でお手軽にね、はい、こうニュアンスを変えれるっていうのでは結構あるんだけどね。まあただギターの弾き方とベースの弾き方はピック弾きでも同じピック弾きでも全く違うから。違います。それは本当に本当に。だから最初俺もギターから転向した時はさ、もうフルストロークでジャカジャカジャカみたいな感じでやってたんだけど、はい、まあこういろいろ練習していくにつれてやっぱ一本一本鳴らす弾き方をしなきゃいけないんだなってなって、こういう感じになったんだよね。うん、これはもうやっぱ慣れていかないと難しいし、これだけでかっこいい音を、しかもこのさ単純な動きの中で変化をつけていくというか、こうさらに熟練したものを出していくっていうのはさ、結構奥深いというか。そうですね、すげえ細かい話になってくるからさね。こう指で言う2フィンガー3フィンガーみたいな話じゃないからね。違いますね。全然同じ運動をずっとしてるのでそこで違いがあるから、その違いと深みを出さなきゃいけないってなるっていう、すげえ難しい部分ではあるから、だからこれはこれでまた極めるのはちょっと大変というか、はい、そのトップクラスにいるのは多分ルナシーの J さんとか、 あそこら辺の人たちとかやばいんだよね。いや難しいですね。ベースって、まあ、ピック弾きにしろ指弾きにしろ、うん、多分初心者が始めて、うんうんうん、ある一定のっていうのはなんかこう一曲を通してみるっていうところの難易度に関してはさほど難しくないと思うんですよ、うんうんうん、問題はその後からがもう本当にこれオタク気質な人間であればあるほど沼にはまりやすいんですけど。そうわかる、うん、あのなだらかに続くんですよ。そうそうそう、本当に10やってようやく1ステップみたいな、それがもうずっと永遠に続く、本当になだらかな坂を。すげえわかる。そうだからベースってさ、だギターは01が難しいっていう、はい、はい、弾けるようになること自体が難しいっていう。でもまあベースってのは逆でさ、1から10にするのが難しいって言うんだよね。ベース始めるだけだったらさ1個押さえてこうやって弾けば音は出るから、はい、始めたての導入は簡単なんだけど、ただ突き詰めていくともうめちゃめちゃ奥深くて、すごいですよ。なんかやり始めて思ったのが、うん、よくコレクターみたいな、うんうんうん、いろんなものをコレクションする人っているじゃないですか、うん、コレクターって。あの人の気持ちがめっちゃわかるよね。あ、本当にハマっていくんですよ、うんうん、どんどんとここまでできるって、うん、やっとここまでできる。で、いざいろんな人の見ると、え、そんなことできるの、あなるほどね、ちょっとやってみるかずーっとその繰り返しです、うん、だベーシストは変態が多いって言われるゆえはそこだな。こうなりますね、うん、そうそれはそうだ。だから確かにどうなんだろうな、ベーシストが変態になるのか変態がベーシストになるのかこれ史上命題すぎてなんもどっちがどっちか分からん。そうそう、鶏が先か卵が先か分かんない部分がなるほどねあるんですよ。いや正直そうかもね。こればっかりは分からんね、確かにね。それちょっとお手洗いできて、あ、どうぞどうぞ。時間はまだ大丈夫ですか。あ、もう全然大丈夫ですか。もうだってもう終電はないし特に終電はないし、もういくらでも話しましょう、はい。